んこんにちは、カンパニーハンターの白瀬カイラです。はい、今日はちょっと私賢そうじゃないですか。どうですか。じゃーん。はい、というわけで今日はとあるお勉強の企業ということで、ちょっとこのでかいビル早速潜入していきたいと思います。ちょっとついてきて。かしこめな装いでカイラちゃんが向かったのは、アバロンコンサルティング株式会社が運営するとある塾、ホワイトアカデミー。あ、いらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。出迎えてくれたのは塾長の竹内健人さん。ホワイトアカデミーってどんな塾なんですか。私たちの運営するホワイトアカデミーは学生の就活を支援する就活塾なんです。うん、就活塾。就活未経験のカイラちゃん、詳しくお話を伺っていきます。就活塾とは一般的に大学生の就職活動をサポートする塾で、エントリーシートの添削や面接練習などを行っています。中でもホワイトアカデミーはロジカルシンキングやプレゼンテーションといったビジネススキルを開発することで、企業から評価される人材を養成することに力を入れています。当塾には総勢70名以上のスペシャリストが揃っていて、自分の行きたい業界で現役で働いている先生からマンツーマンでビジネススキルですとか、その業界特有の選考対策を教わることができます。東京大学に通っていた竹内さんですが、就活に失敗し就職留年。その後入社した人事系のコンサルティング会社で企業の採用の内側を知り、就活に悩んでいた自分のような学生を助けたいという思いからホワイトアカデミーを立ち上げたそう。今日ちょっと賢い感じで来たんですけど、どうですか、就活いい線いってますか。あれ。ということでカイラちゃん、エリート就活生への道スタート。今から就職活動中によく出るロジカルシンキングを養うための問題として、穴埋めの問題をやっていきたいというふうに思います。この鍵括弧の中を埋めて説明力の高い文章を作ってくださいという問題ですね。まずスタートが、就職活動中の B さんがコンビニに立ち寄った。はい、でその後に何かあって B さんは内定していた会社に内定辞退の連絡をしたということになってます。なのでこれがきちんとつながる説明力の高い文章になるように空欄を埋めてみてくださいという、はい、なるほど。で空欄は何個使っていただいても構いません。めっちゃ難しいけど、今頭にバッて浮かんできたのが、就職活動中の B さんコンビニに立ち寄りました、はい、立ち寄ったらそこにヤンキーがたくさんいました、うんうん、でそのヤンキーたちに絡まれてボコボコにされたんですけど、うんうんうん、その一人があの面接官でした、うんうん、その内定の会社の、うんうんうん、でボコボコにされたんで B さんは内定した会社に内定辞退の連絡をした、うんうん、まあ感想としてはいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、論理的にこう現実性がある説明かというとなかなか難しいというのが印象かなと思います。そうですか。まずコンビニに行った時にヤンキーにすごい絡まれることってそんなによくあることですかねっていうのもそうですし、しかもそのヤンキーの中に面接官が入ってたってこともなかなか考えられないというか考えづらいことですよね、まあ、可能性はゼロではないですけれども、多くの人が納得するかどうかというとなかなか難しいかなとは思います。ちょっとご機嫌斜めですねドラマチックでいいと思ったんだけどな。あんまりビジネスっぽくない回答かなとは思いますので。そうですよね、はいはい、もうちょっと別の答えを考えてみる必要があるかなと思います。回答例がこちら。 B さんはコンビニに置かれていた雑誌で、内定先の会社には未来がないという記事を読んだことから内定辞退に至ったというロジック。これはあくまで回答例の一つ。いくらでも、まあ、答えは正直ありますよ。あるんですけれども、実際に企業に入ったらそれをまあビジネスとしてそのこういった課題を解いていかないといけないので、はい、ビジネス的な側面から回答していくということが重要なので、まあ、普段の授業ではそういったことをやっております。
実際にホワイトアカデミーで大手生命保険会社の内定を勝ち取った学生と担当講師の方にお話を伺いました。その子の自己分析を言ってるので、その子の性格を一番分かってるのは、まあ、僕かなというところはあるので、彼女の一番いいところをどうやって見せてあげるかとか全部分かってなきゃいけない、まあ、それが多分就活の先生かなと僕も思います。マンツーマンだからこそ、例えば私がどんな価値観を持ってて、どういう大人になりたいかとか、そういった詳しいところまで知った上で、私に合ったサポートをしてくださったので、そこがすごい助かりました。学生一人一人の魅力を引き出すホワイトアカデミー。さらにもう一つの特徴が。ホワイト企業への内定率が 100% であるということなんですね。昨年度の受講生103人は全員ホワイト企業に内定しました。当塾ではホワイト企業を新卒の学生が長く生き生き働ける企業というふうに定義して、3年後の離職率出したりとか、20代の成長環境、給料、福利厚生、帝国データバンクの財務指標とか、そういったものを総合的に踏まえて厳しくチェックしてホワイト企業を認定しているという形になります。ホワイトアカデミーでは企業選びに悩む就活生に対し、一流ホワイト企業を提案。新卒でのホワイト企業内定にこだわるのは、ホワイト企業でキャリアをスタートすることで生涯にわたって成功のチャンスに恵まれるからだそう。ちなみに昨年度の一流ホワイト企業ランキングはこちら。順位は毎年変動。今回は Google をはじめ、コロナ禍の影響を受けにくい IT 企業が上位にランクインしました。最後に竹内さんに今後のビジョンを伺いました。去年から高校生向けの塾も作りましたので、大学受験と就職活動をセットにして6年間で能力を開発して、自分の志望する企業に入って、そしてその先その企業で活躍していけるような人材を育てられるような教育機関にしていきたいというふうに思っています。はい、今日一日体験してみてビジネスウーマンになれたんじゃないかなって思います。これにてカンパニーハンター知らせ任務完了でございます。それではキュー。